聖書をお読みいたします。ヘブル人への手紙第11章1節から3節です。口語訳新約聖書の354ページです。今日はこの聖書の箇所から信仰によって生きると題して丸山義弘牧師に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。さて信仰とは望んでいる事柄を確信しまだ見ていない事実を確認することである。昔の人たちはこの信仰のゆえに称賛された。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたのでないことを悟るのである。おはようございます。キャッシュレス時代っていうふうに言われてますけれども、私のところには毎月定期的に集金に来られる方々っていらっしゃいますね。やっぱり銀行の方とかね、ガスの集金だとかって、そのうちのねお一人、まあそのキャッシュレス銀行引き落としでいいんでしょうけれども、やっぱり人がこうねこうやってくる、そこでこうコミュニケーションっていうのが取れますのでね、いいのかもしれませんね。それで毎回ねそのうちの一人がねコロナの話するんだよね。しかもそのねこう割とこう否定的なこの感じで言ってくるのよ。いやー丸山さん、コロナまた感染者広がってますね、どうなるんでしょうねみたいなね、そういうふうなのがずっと、まあそれは決め台詞なんだろうね、多分お客様とね。そうすると大会のそれで話が合うんだと思いますよ。ね、本当だね、一体いつまでなんだかね、うちもういつ自分だか分かんねえなーなんて、こういうふうなことになってこうねうまいこといくんだと思うんですよ。でいつもそこでね勝負だなと思うんですが、そこでこう否定的な方の悲観的な方にこう合わせるのかね、いやしかし肯定的な方に進むのかっていうようなことで、私はいつもその方にねもう決まり文句なのよ。大丈夫ですよ、もう少しで収まりますから。そうすると向こうもねとかね、あと何も言えないっていう風なので、証拠にもなく次の機会もね、いやーまたコロナがあって他で通用したのを文句がターッとくるんだから、大丈夫です、もう少しで終わるでしょ、そのうち大丈夫ですよ、こういう風に、まあそうやってこういられるっていう風に言いますのは、まあ、必ずそれが収まるというそういう風な未来ね、それをこう望み見ているからでありまして、まあそれは一つの戦いでもありますけれども、今日はそのね望んでいる事柄を確信してまだ見ていない事実を確認するというその信仰によって生きるというふうな、そのところでもね、それがそのどういう信仰なのかというふうなことを、さらにその聖書から詳しく正確なところをねご一緒に学んでいきたいと思います。それでは一言お祈りします。天の父なる神様、まん延防止リバウンド防止さまざまなことがあって、なお私たちの生活はある程度の制限を受けておりますけれども、神様しかしこのことも何年間後にはあの時はああだったねと笑って話せる、そのような未来が来ることを信じております。どうぞお一人お一人の心に御言葉を通し生きる命希望を与えてくださり、今の困難を耐え忍ぶ力をどうぞお与えくださいますように。ここに集えない方々、またインターネットさまざまなメディアを通してメッセージを聞いておられるお一人お一人の上に等しき恵みが与えられますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さあヘブル人への手紙をずっとやってまいりまして、11章に入りました。でヘブル人への手紙というのはどういうふうな手紙かといいますと、イエス・キリストを救い主だというふうに、これは旧約聖書でずっと予言されてきた救い主なんだと、とうとういらっしゃったんだというふうに信じた人たちね、そのクリスチャンたち、特にこの旧約聖書の背景を文化と伝統を持っているそのユダヤ人クリスチャン、この人たちがまあ迫害を受けたわけですよ、ね、全く何も知らない異邦人がキリストを信じたというのとこのわけが違いまして、古い方から、ね、つまり今までの方から逸脱していったというふうに、そういうふうに見られるわけです。だからあの人たちおかしくなったっていうふうにこう見られるわけです。まあ、実際はこう正当な流れでこう来てるわけなんですけれども、まあ、それでね、仲間外れにされる、いろいろな迫害を受ける、偽教師が現れ
るっていうふうな、そういう迫害にこうあったわけです。でその中でもね、いや、やっぱり教会に行くとね、生活が大変だとね、もうこのまんまではもうやっていけないから、やっぱり前のね、そのユダヤ教のその旧約聖書の生活スタイルの方にこれはもう戻ろうっていうふうな人たちが現れたぞだとね。でそれは、いや、ちょっと待ってと、それは今までの こんなね、古いものから新しいものの方がよっぽど素晴らしいんだから、こちらの方にとどまっていなさいっていうふうにして、こう励ます意味で書いたのが、これがヘブル人への手紙というわけなんであります。それで今日10章のそのね、皆さんの今日は11章を挙げてますけれども、その前の10章のね、26節のところにこういうふうにありますね。36節ね、ごめんなさい、10章の36節ですけれども、こうあります。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐であると。ですからこの今忍耐が必要なんだと。でもうちょっと我慢すれば今の迫害から解放されるので、前に戻ろうかなっていうふうな人に対しては、いや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 、もうこんなね、素晴らしいキリストの教えね、この福音の恵みから離れてはいけませんよっていうふうに言ってるわけ。ところがね、いやでもね、もう我慢してこういう生活してるの大変なんですよ、もうやっていけないんですよ、先生は現実を知らないからそんな簡単なことばっかり言ってって、こういうふうにね、なんか普段私がこう言われているような、そういうふうなことがこう起きてきたわけです。でもね、実際歴史を見ますと、このヘブル人への手紙といいますのは紀元60年代の半ば、だいたい65年くらいに書かれたんですが、その5年後の紀元70年にエルサレムが滅びるんですよ。ですからもう全部ローマ軍によってもう占領されて、もう破壊され尽くして、そして最後の今嘆きの壁というふうに言われてますけども、あの壁だけ残ったというふうに言われています。ですからもうあと何年か経てば、もう神様ご存知なわけです。あと何年か経てばもうね、今あなた方を迫害している人たちいなくなるよと、このエルサレムからね。そしてもうこれがもうこれ守らないといけないんだって、こう神殿に来てこういうふうな捧げ物をしないといけないんだ、大体その神殿がなくなるんだから。そしてもうきちんと教えていたこの祭司たちは、まあだから神殿ないからね、もう仕事なくなっちゃうから、みんな失業しちゃったというふうな、まあ、そういうふうなことで、それ以来そのユダヤ人たちは全世界に散らばされて、約1900年間世界をさまよう流浪の民というふうになっていったわけでありますね。もうですからもう本当にもうちょっとなんですよ。でも人間というのはその一寸先も見えませんから、先が見えないので、やっぱりね、そんな信仰を持って忍耐しろっていうふうに言うけれども、ね、そんな非現実的な、そんな無理ですよ。そんなふうに信仰を持って頑張って耐えて祝福を得たなんて、そういうふうな人いるんですかっていうふうな質問に対する答えなんですね。それが十一章なんですよ。いますよと、ほらここにいるじゃないですかというふうなことで、ここからヘブルの十一章というのは信仰者のリストがダーッと挙げられてるんですね。ですから来月再来月っていうふうに、このしばらくこの信仰者のリストをご一緒に学んでいくわけなんですけれども、今日はその始まる、そのリストが始まる前の準備段階といいますか、そういうふうな御言葉であります。で皆さんもよくご存知の有名な御言葉ですね。さて信仰というのは、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。この御言葉によって力を得てい、くというふうな方もいらっしゃると思います。まあ、それで皆さんね、レジュメ開いていただきまして、この御言葉を理解するためには、このユダヤのこの文学的手法によって書かれているというようなことを、これちょっとね、知っておかなきゃいけませんので、1番の B のところに道義的平行法、パラレリズムというふうに言います。こういうのがあるんですね。でどういうふうなことかっていいますと、同じ内容を違った言葉で表現するっていうふうな、そういうふうな技法手法なんですね。同じことを言ってんだけど違った言葉で言うんですよ。だから それによって何がいいかっていいますと、その内容が強調されるの。
で別の角度から言われると、あ、そういうことかっていうふうに理解が深まるっていうふうな効果があります。例えば、その皆さんのレジュメの B の2括弧のところですね、詩編一編の2節の御言葉を挙げました。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思う、あります。で主の掟を喜ぶ、昼も夜もその掟を思うというのは、これは同じことなんです。ただ違った言葉で表現してるんですよ、ね、ですから主の掟を喜んで、もう一つは昼も夜もその掟を思うんだっていうふうなことではないんですね。そうじゃないんですよ。律法を大切にするっていうふうなことは、別の表現で言うと、あ、そうか、昼も夜もそれを思うということなんだなというふうにして理解が深まりますですね。それからその人の詩編15編の一節、主よ、あなたの幕屋に宿るべきものは誰ですか、あなたの聖なる山に住むべきものは誰ですかと、ね、これ幕屋に宿るべきものと聖なる山に住むべきものっていうのは同じなんですよ。違った言葉で表現しているっていうふうなことなんです。こういうのを道義的平行法、パラレリズムっていうふうに言いまして、もう聖書の至るところに出ています。でこれ知ってると、これ分かると聖書の理解っていうのが進みます。正しく理解するっていうことができます。似たようなこと書いてあんなと、ね、それこそ何百箇所も使われてますから ね。で私たちほらその今ラップってあるでしょ、ね、なんか鳴らない指一生懸命こうやって鳴らしてますけど ね。なんとかかんとかなんとかかんとか、私はよく分からないんだけれども、であえて韻を踏むじゃないですか。なんとかでなんとかしょうなんとかでしょうなんとかしょうしょうしょうとかって、こういうふうにね、韻を踏むよね。英語って韻を踏むんですよ。あれも文学的技法なのね。日本語だとほら五七五ってあるじゃないですか。なんとなく調子いいでしょ、五七五だとね、五七五七七とかって、そういうふうに決まると、でそれは日本人が分かるリズム感ですよ。でそういうふうにやるとなんかこうきちんとしたしてって感じがする。だからこのユダヤもそうなんだね。このパラレリズムでこういうふうに並ぶといいんだね。そのユダヤ人的にとりましてはすごくこうね、いいんですよ、まあ、そういうふうなことで書かれているわけです。さあそれでヘブルの11章の1節のところをもう同じなんです。このパラレリズムが使われています。そうすると、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することでことだと。そうするとね、パラリズム知らないと、望んでいる事柄とまだ見ていない事実って何なんだろうなと、確認と確信ってどういうふうに違うんだろうかなっていうふうに、そういうふうな方向に行ってしまいますが、同じなんですよ実は。これはもう同じことを違う言葉で言っていているわけです。だから望んでいる事柄とまだ見ていない事実っていうのはこれイコールね。ただしその2ページ目のこっちの方に行きますけれども、神様が掲示された約束だっていうふうなこと、これがここで言われていること、ね、ここで言われている望んでいる事柄、つまりこの聖書が、このヘブル人への手紙の著者が、その当時のヘブル人クリスチャン、ユダヤ人クリスチャンたちに書いた時に意味している固定的なメッセージは何かっていうと、それは神様が掲示された約束だよ、決してあなたが望んでいることではありませんよということなんです。まだね、この段階では。まず聖書で言っている望んでいる事柄っていうのは、神様が掲示された約束です。神様はアブラハムを通して、イスラエルを祝福する、その祝福を受け継ぐ者にはこの約束が必ず果たされますよと、その望んでいる事柄、やがて救い主が来ますよ、その望んでいる事柄ね、まだ見ていない事実っていうふうなものが、これが神様が人間に示してくださった約束、掲示された真理っていう約束っていうようなことなんですね。でそれ確信し確認するっていうのは、すでに得たかのように現実のものとしていくっていうふうなことで、これは神様の約束だから必ずなると、そういうふうに信じてねいくわけです。で応用として人間の願望っていうふうなところが、それが叶えられていくというふうなことありますが、でも皆さん最初聖書読むこの段階におきましては、これはもう人間の私の願いとね同一っていうふうなものにしてはいけないのよ。でもねやっちゃうね。僕もね結婚する前ね、
あっちこっち目移りしましたよ、神様あのこの人ですか、神様あの人ですかっていうね、運命の赤い糸はこの人に結ばれているんでしょうかと、こういうふうにね、そういうふうに思ってたね。そうするとね、この御言葉使いたくてしょうがなくなるのよ。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていないし、おもうこれはね、神様あの人と結婚できますようにって、こういうふうにね、それでね、こう強く望んで、もう絶対できる、絶対お付き合いできる、もうこうなると妄想の世界になっちゃいますよね。最後は気合だ気合だなんて、こういうふうにね、だそういうふうなものではない、もうこれはただ思い込みを強くしていたというふうなだけでございまして、もうだから神様が掲示している真理じゃなくて、もうね、それを自分のこう願いっていうふうなものとごっちゃにしていったら、ほら、あの聖書解釈としてはダメなのよ。それはあのいけないの。でもね、ね、でもね、ほわーんとしか思ってないよりも、目標を明確にして、まだ見ていないものを見えるかのようにして、それをイメージ化していくっていう風なことの方が、願望が成就するパーセンテージ上がりますよ。だからこれは一般的にも通用します、これは、ね、ですから大いに使ってください。目標を明確にした方がいいです。これはもう圧倒的にね、だからよく田中先生が話しますでしょ、どこ行くか分かんないっていうんじゃなくて、もうあそこに行くね、だからもう到着するわけで、目標が東京駅だったらね、必ず東京駅に着くように新幹線に乗ってとか高速を使って、でもなんだかどこ行くか分かんないけど、まあとにかくそのうち東京を着くでしょう、着くはずがないですよ ね。そういうことなんですよね。ただね、あんまりね、これ続けてばっかり行くとね、どうなるかって言いますと、やがてね、人間も体調のこのこういうこんなのがありますから、自分の意思がね、スススススススってね、やっぱりね、交代する時って出てくるんですよ。そしてまあそうでなくてもいいかっていうふうにね、思う時っていうのはこれ現れます ね。でそうすると、こんな弱い思いを持っていたらね、叶うものも叶わないっていうふうに焦るわけ、ね、まあだからもう自分鞭打つよね、ね、頑張らなきゃいけないんだ、頑張らなきゃいけないんだっていうね。ちょうどね、もう説教中に眠くなる人みたいなもんですよ。寝りゃいいのにね。ってこういうふうにね。ってこういうふうに。説教中寝るときはね、横揺れじゃなくて縦揺れにお願いしたいですね。縦揺れの方がいいですよ。寝ててもね、と外話してるこっち側から見るとね。とってね、アーメン。信じますってこういうふうに見えるのね。横揺れだとね、そう見えないんだよね。ダメだ、信じられない、嘘だみたいに、こういうふうにね、そうするとそういう前の人がグラグラしてると、そのあなた後ろに座っていると大変でしょ。もういつこうなるんじゃないかと思って、こういうふうになりますけれども、望んでいることから確信するっていうふうなことなんですよ。だから人間の願望を叶えるためにイメージ化するといいっていうふうな、まあ、そういうふうなね、聖書解釈すると、ちょっとここでは外れるっていうふうなことで、実際のやり方としては効果がこうあるからいいんですよ。はい、でレジュメの方に戻っていきますけれども、その2括弧のところに、確信し確認すると、すでに得たかのように現実のものとしていくということですね。ですからよく請求書的お祈りでなくて領収書的なお祈りをしなさいというふうに言われますけれども、ね、風を癒してくださいって請求するんじゃなくて、癒されたことを信じて感謝しますっていう、そういう領収書的お祈りをしなさいっていうふうなのは、こういうふうなことなんですね。でも神様の約束だから必ずなるというふうに信じられるというわけです。ここのところが大事ですね。でなんで信じられるかって言いますと、やっぱりね、それはそれまでのその神様との関係っていうふうなものがあるからですよ。だから信じられる、信頼できるというわけです。例えば私がね、今日皆さんにお約束したとしますよ。第一礼拝に出ているここにいる方々限定で、今年のクリスマスに私は豪華なプレゼントを差し上げます、帰りに名前書いてってくださいっていうふうに言ったとしますよね。そうするとね、それ聞いて、あら嬉しいっていうふうに信仰の強い人はそういうふうに思っていただけますけれども、ね、何言ってるのってこういうふうに疑うって言いますかね、そういうふうな人もいらっしゃるわけですよ。で実際どうかなっていうふうに思うのは当然ですよね。でそれはなぜそう思うかっていうと、私との関係が希薄だからです。
で私との関係でいやもうどっち、って言った時にいや丸山先生はね今までずっとお付き合いしてきたけれどももういろんな約束ね答えてくれたよ100も200もねその言葉の言った通りに間違いなくやってくれたんだからね、あの約束だってクリスマスプレゼント豪華なくれるっていう約束だってこれは本当のものに違いないと私は信じますよ間違いないと思いますよっていうふうに、まあ、そういうふうになるわけです。実際今日約束しないからね、ね誤解しないで ね、だから神様は約束をたがえない方だっていうのはその神様がとの間 その今までのその関係の中で間違いないなとそういうふうなものがあるので確信し確認して見えないものを見ているかのようにして生きるっていうそういう信仰の生き方というのができるわけです。さあそれでは2番目のところにいきます。信仰の定義ですがこれはちょうど11章の6節のところにこういうふうにあります、信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来る者は神のいますこととご自身を求める者に報いてくださることと必ず信じるはずだからである。ここ神様の事実というふうなものが書いてあります。でこれ何言ってるかと言いますと神様が神のいますことねつまり神の存在です。そして報いてくださること神を求める者への報いっていうふうなものが必ずあるっていうふうなところから聖書はスタートするっていうことなんですよ。信仰というのはそこからスタートするんです。だから神様の存在証明が成り立ってからではないのね。それから神様が報いてくださるかどうか祈りを通して100回実験してその確率の高さで判断するっていうことでもないのよ。そうでもないのよ。もう神様はもう最初からいらっしゃって報いてくださるお方なんだっていうところがそこからスタートするの。その前、その分の証明っていうふうなことはいらない、しないので、そういうふうに信じて生きていった時にね、あやっぱりそうじゃないか、あやっぱりそうだったというふうなそういう人生を生きていくっていうのがここでの神様の事実というふうそういうふうなことなんですね。で そこのところから神への信頼というふうなものが信仰生活の中でいろいろいろこういうふうにしてだんだん固められていって成長してできていくというわけであります。そこに B の一番下の B のところに書きました。神への信頼っていうのは神のご性質は信頼できる、そして神様の約束は必ず果たされる、そしてその三角形大事なんですよね。私学校の先生だったらここは赤線か蛍光ペンでマーカー引いといてね試験に出すよっていうふうなところですね。神が掲示された約束に対する人間の応答が信仰なんですよ。だから神様は聖書を通して約束をなさる、その約束に対してその通りですというふうにしてあなたなりの応答っていうふうなものをするっていうのがこれが信仰だから、もう強く思い持ってね、さっきみたいにね絶対そうなる気合いだ気合いだっていうふうにそれが信仰っていうのではないんですよ。神の約束があってそれに対していやその通りだと信頼して現実の一歩踏み出していきましょうっていうのがこれがね信仰なのね。人間の世界でもあるでしょう。さっきコロナの話しましたけどね去年もう一昨年になりましたけど非常事態宣言緊急事態かそれになりましたね。それであれが5月ぐらいだったかな。その時のその前にね私ねこれね科学はやっぱ換気がやっぱ一番なんだなっていうふうに思いまして、換気扇をね教会の換気扇全部取り替えようと思ったんです。それでね、電気屋さんにうちに出入りの電気屋さんいるから電気屋さんにねちょっと見積もり取ってくんないかな、換気扇こことあそことね、街道の換気扇、トイレの換気扇、台所の換気扇ね、全部ねちょっとお願いで頼んだので、そうしたら向こうもね大変勉強してくださったんだけれども、いやちょっとねこの値段ではちょっと無理だなというふうなことで申し訳ないと別の機会にまたお願いっていうふうなことで その時は流れたんだよね。ところがね10月くらいになりましたらねその電気屋さんからね電話がかかってきたね。教会さんも換気扇お話ありましたけれども補助金が出るので、ね、市の方から補助金が出るのでこれ20万円まで使えますからこれで
行きませんかっていうふうにお電話来たんですよ。よくよく話聞いてみたら、あの時ね、いろいろ最初は大変な旅行業の人とか飲食店のそういうふうなところに最初そういう補助金ね、交付金って言いますかね、そういうふうなものを行きましたよね。で、それで夏ぐらいでも大体目処ついて、それ以降秋には今度一般の方にもっていうふうなことで、コロナの対策の換気扇とか、ほら手を洗うそういうふうなものとか消毒のとかね、そういうの一般中小企業とかそういうふうなところでも使ってくださいっていうようなことになったんですね。でもうちはね、企業じゃないよと、宗教法人だよっていうふうに言ったら、やっぱりね、望んでいる事柄を確信し、まだ目に見ていない事実を確認している信仰っていうかね、イメージ化している人はね、違うね、大丈夫ですっていうふうに言うのよ、必ずおりますっていうのよ。で、他に教会あるのって聞いたら、お寺さんで通りましたっていうのよね。寺で通ったから教会でも通るだろうっていうふうに考えたんだね。もうバリバリもう開拓する人は違うよね、そうやってね。あ、そう。で何、じゃあその申請書みたいなのに何、教会宗教法人で書くのって違いますっていうのね。なんて書くのって、お寺さんはね、何で業種あるでしょね、業種何で通ったかっていうと、サービス業で通りましたっていうのよ。あ、寺も教会もサービス業なんだっていうふうに、その時初めて分かりましたね。まあ、いいサービスしないといけないなっていうふうに思いましたけれども、まあ礼拝のことサンデーサービスっていうふうに英語で言いますからね、まあまあサービス業だっていうふうなことは間違いないんですけども、まあ、それでね、話しますけども、それでね、普通はいろいろ書類申請してお金が降りるのよ。ところがね、今回はとにかく買ってくださいっていうので、領収書を添付して書類一緒に出すんだっていうので、私ね言った、ちょっと待ってと。で、その申請が通ったらお金降りるって、それは分かるけれども、申請通るか通んないうちに買っちゃって領収書貼り付けて、そして何出してね、申請通んなかったらどうすんの、私自腹切るっていうことになるのっていうふうに聞いたら、そしたらね、そこのところはね、電気屋さんこういうふうに言った、大丈夫ですって、必ず通ります。で、だってまだ通ってないんだよ、申請書も出してないんだよ。で、自腹の私が犠牲払うことになるんじゃないの、いや大丈夫です、必ず降ります。なんで、だってお寺さん降りましたからっていうのね、教会も降りますっていうのよね。そうか。で、そこで私はね、その業者さんはね、その前にいろいろ頼んであるのよ。で、トイレの照明なんかもね、変えてもらったりしたの。でね、その人うちいらっしゃるでしょ。そうするとね、用もないのにね、トイレ入って電気つけるんだよ。で、あ、大丈夫ですね、毎回確認する人なんだわ。だからね、あ、この人ね、やりっぱなしの人でない、誠実な人だな、だからもう信頼できるなっていうんで、分かったと、じゃあね、あんたのことを言うこと聞くよ、その通りやるね。だから もしかしたら申請、私のところはやっぱり教会ダメだっていうことになって、お金下りなくて、まあ、20万損するかもしれないけれども、ね、でも20万出すよと、ね、それでもう 払っちゃいますよと、ね、なので やってだーっとあちこちの換気扇取り替えてね、そしてちゃんと下りましたよお金 ね。だから人間の世界でもこういうふうに信頼信用するっていうふうなことで物事が進んでいくならば、神様はなおさらそういうふうなことをお喜びになるというふうなことでありますね。信頼する、私たちの人間レベルでの信頼するっていうふうなことに当てはめて考えていくときに、あ、そういうふうなこと確かにあるねとするならば、神様が信仰っていうふうなものは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することなんだと、あ、そうかと、ね、もう神の約束は必ずなるっていうふうなことを信じて、自分の生活の中でもしかしたら自腹切らないといけないかもしれないっていうふうな、そういうふうな可能性もありながら、でも一歩踏み出して、神様だから間違いないっていうふうにね、していくっていうふうなことなんですね。で、こういうふうな生き方をした人たちが11章でたくさんいて、その人たちも忍耐してたんだよと。ですから、あなたの今の忍耐も必ず報われますっていうのが、このヘブル人への手紙のメッセージというわけです。
さあそれで信仰のある、さっきの11章の6節のところでは信仰がなくては神に喜ばれることはできないとありましたが、まあ、つまりその逆も真なりで信仰があったら神様は喜んでくださるということですから、じゃあ積極的神様に喜ばれる信仰者っていうのは一体どういうふうなものかということで、最後にもう一つね、3番目のところですけれども、3番の A の1括弧ですけれどもね、まあ、まず3番、積極的に求める人だということです。神に積極的に近づく人、神様は報いてくださるはずだと信頼し求める人ね、これが神様に喜ばれる人です。ただし神様が掲示された約束っていうふうなこと、そこから離れちゃいけないのよ。ここからここが土台だ。あなたのポーンと例えばね、神様今日の午後ね、礼拝終わったからね、ケーキ食べたいからケーキ与えてくださいなんてね、信じますなんて言っても、これは神の掲示された約束とは違いますから、ご利用しはいけないのね。そういうふうなことではないのよ。で、神への二括弧の神への信頼を欠かさない人ですね。これダビデの例お話ししたいというふうに思います。もうこの人は本当に信仰の人、旧約聖書ので、だいたいその今から3000年くらい前、イエス・キリストより1000年前くらいのイスラエルの王様で、大変神と人から愛された素晴らしいイスラエルの黄金時代を築いた王様がダビデなんですね。で、英語だとデイビッドっていうふうに書きますから、おドットロいっぱいいるじゃないっていうふうにね、そういうふうに思いますね。で、大変素晴らしい王様だったんだけれども、聖書はきちんとその彼のもう最大の汚点を記しているの。それが、どういうふうなものかっていうふうに言いますと、サムエル記だね、サムエル記下の11章ちょっと開けてみましょうか。445ページです。旧約聖書の445ページ、サムエル記下ですね。新改訳聖書の人は第2サムエル11章のところです。ここに有名なバテシバとの姻縁の記事が あるんです。で、お読みしたいと思います。口語訳聖書の445ページ、旧約聖書サムエル記下第11章ですの一節からお読みします。春になって王たちが戦いに出るに及んで、ダビデはヨアブ及び自分と共にいる家来たち並びにイスラエルの全軍を使わした。春になってね、戦争にブワッと出したってんですよ。そして飛んで2節ね。で、彼はエルサレムにとどまっていたわけで、2節、さてある日の夕暮れ、ダビデは床から起き出て王の家の屋上を歩いていたが、屋上から一人の女が体を洗っているのを見た。その女は非常に美しかった。これまずいでしょう、これ覗きでしょ完全にねえ。まあでもね、僕ね、エルサレム行ってね、ここはそのダビデの宮殿だったんですよって場所見ましたけど、やっぱ高いとこあるね、高いとこありましたよ。で、やっぱ見渡せるとこにいて、しかも屋上で、まあでも春の夕暮れだからね、ポワーンとしてんだろうな、ね、それでポワーンとそこでこう女の人がおーってこうね、ダビデも男だからそういうふうに見えたわけですね。まあ、それでその当時って言いますのは、今の一夫一婦制じゃなくて、何もそばめ何人いてもいいわけで、そういう時代だったんですよ。まあ、それでね、ダビデはね、どうしたかって言いますと、その次のね、3節、ダビデは人を使わしてその女のことを探らせたが、ある人は言った、これはエリアムの娘でヘテ人ウリアの妻バテシバではありませんかっていうふうに、これね、側近がね、やんわりとね、あ、王様ダメですよ、人妻ですよっていうふうに言ったのね。だから立法、まあ、立法じゃダメだから、それはもちろんね、で、そのダビデその次どうしたかって言いますと、そこでダビデはって4節あるでしょ、使者を使わしてその女を連れてきたってあるんだよね。これそこでダビデは、あ、そうか、それはダメだなっていうふうに言わないで、使者使わして、もう王様だから大統領みたいなもんだよね、側近の言うこと聞かない大統領ってのは困るね、本当にね。それで自分のやりたい放題のことをこうやるっていうふうなことですよ。まあ、そのバテシバさんもね、私は人妻ですからっていうふうに、まあでも王様の強い権限のもとではしょうがなかったのかもしれないね。そう言って、で次のページ行くと、彼はその女と寝たっていうふうにあります。不倫をしたわけよね、これはね。で、その後女は妊娠したっていうふうなことが分かったんで、そのことが王様に知れるっていうふうなことになったわけですよ。
普通だったらダビデはね、現代だったらね、謝罪会見しないといけない。大変この度は不祥事を指摘してしまって申し訳ございませんでしたっていうね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐらい数えてやっと頭上げるくらいしないといけないんですそしてこの件に関しましては弁護士を間に挟んで保証の問題で今検討中でございますぐらいのことは言わないといけないんだけど、ダビデ何したかというとね、もみ消そうとしたでね、これまずいなって、まあでもちゃんでその夫ウリアをね、戦場にいるでしょ、それわざわざ呼んでくんだよね。そしてよくやったっつってね、お前はとにかく少し奥さんのところで休んでろっていうふうに言うのよ。で何日間か泊まらせんだよね、滞在させんのよ。で後で奥さんのお腹が大きくなって、まああの時帰ってきた時にね、できた子供だなって周り隣近所の人たちはね、まあ、そういうふうに思うだろうというふうなことでこうごまかそうと思ったんだよね。ところがね、このヘテビとウリアっていうのはものすごい忠実な部下で、ね、もうあの戦場で今ね、まさにもう戦友が地面の上にね、野に伏して寝ているのに、私が一人が奥さんと一緒にあったかい布団の中で寝ていられようかっていうんで、それで彼は家に入んなかったのよ。そしてその道端でそのね、寝たのよ。だからかなり素晴らしい兵隊さんなんだよね。だから当然奥さんとの関係何もないわけだ。ダビデはもうこれはダメだと思って、それで次の計略を図るの。それはね、その将軍ヨアブに手紙書いて、というかあのウリアがそのね、ウリアそので旦那をとにかく最前線に使わせて戦死させろっていうふうに、それで合法的な殺人するんですよねえ。それでもうめでたしめでたしみたいな風なことになったの。で私思うんだけど、バテシバなあ、っていうふうに思うね。でもね、だってやっぱり帰ってきたらさ、奥さんと顔を合わせてさ、一緒に食事とかさ、そのくらいね、ね、なのに道で、ね、奥さんと会わないでってね。でやっぱね、こう思ったんじゃないかなと思うのよ。ね、あなたはね、私と仕事とどっちが大事なのっていうふうにね、あ、やっぱりこの人仕事の方なんだと、私なんかはもういてもいなくても関係ないんだと、ね、もうそうなるとやっぱりこう力があって優しくて私のことを理解してくれるそういう男性にこう、ね、やっぱりこうツツツツってこう心を惹かれていくっていうふうなものが、まあ、歩かないか分かんない、もうちょっと背筋戻りね、それ危ないよね、ちょっとね、これ以上行くとちょっと時間もないのでですけれども、それでところがやっぱ神さん見てる。で預言者ナタンを使わして、あなたは罪がありますと、罪を明確に指摘するわけ。そう、王の権限でその預言者ナタンも切り殺されるっていうふうな可能性もあったんだけど、ダビデはそういうふうにしない。どういうふうにしたかって言いますと、この12章の13節のところ、448ページの方に行きますが、12章の13節にこうあります。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を除かれました。あなたは死ぬことはないでしょうと、ね。ダビデはね、とんでもないことをしたっていうふうなことで、それで神様許してくださいっていうふうに、私は罪を犯しましたっていうふうにね、神様にすがりつくんですよね。やっぱりこの信仰だろうね。積極的に神を求める。だからそのパーフェクトじゃないのよ。人間っていうのは、クリスチャンはパーフェクトじゃないのよ。で罪も犯すんだわ。でもその度ごとにイエス・キリストの御名を通して罪を告白して許してクリーンなものとしていただく。ね、そのために神様どうぞ私を清めてくださいっていう風なところね、これがクリスチャンだから、パーフェクトを神は求めているんじゃなくて、クリーンであることを神様は求めておられるんですよ。でクリーンな生き方なんかもうね、もうだからできないから、イエス様は弟子たちの足を洗ったという風なことで、常に私たちは神様に悔い改めて、第一ヨハネの一章の9節の御言葉でね、ね、罪を告白したら神はあなたの全ての罪を許し、全ての不義から清めてくださるという、その御言葉の約束に従って歩んでいくっていうのは、これはクリスチャンなのよね。すぐに許していただいたわけです、まあ、ただやっぱりそれでね、じゃああと何でもないかっていうわけではなくて、やっぱり生まれてくる子は7日目に亡くなるんです。そしてさらにダビデはそういう性的な乱れ、そういうね、
それは神様を大いに怒らせたので、ダビデの子供たちの間ではあからさまな近親相姦があったり、いろんなことがあったりするんですよ。でダビデその子供たちを指導できないの。だってね、お前何やってんだっていうふうに言ったらね、親父の方こそ何やってんだっていうふうに言われるから、ダビデ言えないのよね。そういうなかなか大変な人生っていうのを彼は通らされていたんだけれども、ねでも神様に信頼するっていうふうなところは変わってないの。神は罪を許してくださるお方だというふうなところは変わらない、ね、そういうふうにして私たち一人一人はダビデのようにね、何やったって大丈夫なんだっていうふうなことではない。でも皆さんのレジュメのところの最後の B の繰り返し求めるっていうふうなところですけど、失望せずに常に祈るっていうふうなところですね。やもめと不義な裁判官の例えの話がルカの18章にあります。そうするとあんまり頼まれしつこく頼まれるもんだから、不義な裁判官であってもじゃあ望み叶えてあげようと。でそんな不義なね、こんなもう小物の裁判官であっても許す、ね、叶えてあげようとするなら、もっと大きな愛を持った神様だったらなおさらそうなさるでしょうというふうな、そういうふうなお話ですね。小から大っていうふうなその論理ですけれども、信頼して願い続ける者に神様は報いてくださる。さらにマタイの7章の7節の御言葉がありますね。求めよ、そうすれば与えられるであろうと。あれはギリシャ語の言語では現在形の命令形なので、継続的っていうふうな意味があるんです。ですから本当はあそこもっと正確に訳すと、求め続けよ、そうすれば与えられるであろう。探し続けよ、そうすれば見出すであろう。門を叩き続けよ、そうすれば開けてもらえるであろうというふうなことなんですね。ですから常に続けていくっていうふうなこと、何があっても。で私はその今こうやってお話をさせていただいておりますけれども、先年亡くなられた鈴木徹役員の十字電子という会社の朝礼で使っていただいたわけです。まだ20代の時でしたよ、ね、そうするともうクリスチャンなんかね、クリスチャンの人従業員なんかもう本当1人か2人しかいないのよ、ね、でそれでもうざっと何十人もいる中で、その一般企業でのそのね朝礼お話をさせていただく。そうすると幹部の男性の方々はね、もうみんなねこうやってね腕時計チラチラ見ながら私の話聞くわけ、ね、腕時計見ないね社員の人もいましたよ。その人は壁の時計こういうふうにこっちの人は見てね、だからもう早くやめろ早くやめろっていう、そういうね、まあ、だってしょうがない、だってそうだよね、1分いくらの世界だもの。だから私がちょっとねオーバーしたらもうそれでね何円のそのね損失が発生するっていう世界だからね。で何このっていうふうな、だって20代の若造がさ、もう現実のヒリヒリのそういう中ね、もう5円1円のところやってる人たちのところに話するんだから。それでね私もね弱音言ったことある、徹さんに。いや僕あんなもう現場の人たちに語る力がありませんよっていうふうに言ったら、徹さんなんて言ってくれたかっていうとね、何女真面目なこと喋らなくていいから自分の思ったことを自由に語ればいい。で徹さんはねそうやって今のこの私の姿っていうのを思い描いていてくださってたんですよ。望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認する、そういう生き方をなさっておられた。だからね、だからもうへなちょこ若造のその姿じゃなくて、こうやって、礼拝で、そして YouTube で全世界に発信されるこのメッセージをする、そういう将来の姿、ね、神に選ばれた人は必ずそうなるというね、神の約束を信じて、そして今もうね天に引き上げられましたけれども、そのような生き方を確かになさったお方であり、神の約束は確かなんだということを身をもって示してくださったお方なわけであります。皆さんそういうふうなわけでね、どうぞ信じ続けていくというふうなこと、神の約束に間違いはないというふうなこと、必ず叶えられるというふうなこと、そのことを覚えつつ確かな一歩を歩んでまいりましょう。それでは一言お祈りします。天の地なる神様、お一人お一人に今あなたの約束は確かであるという信仰を与えてくださり、その方向に向かって見えない、しかし見ていない事実を確認するこの人生をさらに歩ませてくださいますように。しばらく神の御声を聞くひとときを持ってまいりましょう。